にちは、ラクメゆかりご飯チャンネルのゆかりです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しい料理を作りたいという方のためのラクメレシピをご紹介しています。今回はレンジで作る鶏チャーシューのレシピをご紹介します。このレシピ、鶏肉をぐるぐるっと巻いて作るんですけど、巻くことによって鶏がジューシーでとっても美味しいんです。材料はこちらです。鶏もも肉の水気をキッチンペーパーで拭き取ります。で、この水気をしっかり拭き取ることによって臭みが気になりにくくなります。結構テレビでも言うらしいんですけど、洗っちゃうと洗った時に鶏に付着してるものが飛散飛び散るから、結構それが原因で食中毒の原因になったりするので、臭みは取りたいんですけど洗わずにペーパーで拭くようにします。水気を拭き取ったら全体にフォークで穴を開けます。裏面もこういう筋の部分だったり、ちょっと黄色みがかってる脂の部分を包丁で取り除きます。このあたり取り除いた方が美味しいですね。次にお肉の厚みを揃えます。包丁で開いて厚みを揃えます。で、この時切らないように気をつけます。お肉を丸めていきます。このようにバットにラップを敷きました。お肉を移動しまして、手前から巻いていきます。こうやってラップで包んで加熱をすることによって、タコ糸でぐるぐるしたりとかしなくても綺麗な丸に形が整うんです。手で押さえながら巻いていきます。巻き終わりのところはこうやってラップでぐるんと包んで、両端はキュッとねじってから内側に、もう片側もよくしっかりねじってキュッと折り込います。破裂するのを防ぐためにラップで包んだら3箇所ぐらいに穴を開けてからレンジ加熱します。レンジ加熱したらラップを取り除きます。丸い形になりました。ここに調味料を入れていきます。みりんで甘みや風味を加えます。お砂糖も入れることによって複雑な甘みが加わって美味しいです。お酒です。お酒を入れることで風味よく仕上がりますし、鶏の臭みを気になりにくくする効果も期待できます。お醤油で旨味や風味を加えます。そしてここにお酢です。お酢を少し入れることによって味がパキッと締まってとっても美味しくなるんです。おろしニンニクでパンチを加えます。そしておろし生姜です。これらを加えたらふんわりとラップをしてレンジ加熱します。まず片面をレンジ加熱しました。上下をひっくり返して、再びふんわりとラップをしてさらにレンジ加熱していきます。レンジ加熱したらこちらを保存袋に移します。見ていただくとわかるんですけど、保存袋に入れることでこうやって全体に調味料が浸透しやすくなってるんですね。あとはもう粗熱が取れたら冷蔵庫で一晩冷やします。一晩置くとこうやって油が固まりますので、レンジで少し加熱して温めてから切り分けます。それが何かというと、レンジで作る鶏チャーシューです。良いですよね。ね、そう、一晩置きました、うん、あとお肉をこうやってぐるって巻くことでやっぱりジューシーに仕上がるなと思って、うん、そう、皮とかすごいパキッてしてます、うん、ね、あー、うまい、なんかビール飲みたい。美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。